1月29日、今年の選抜出場校が決定しました。今大会は一般選考枠で28校、そして神宮大会中止に伴い増枠された21世紀枠4校が選出されました。3月19日の開幕が楽しみですね。そこで今回は選抜に関するトリビアネタを紹介したいと思います。近年は元プロの監督が増えていますが、甲子園に出場した元プロの監督の一人に東海大菅生若林監督がいます。若林監督は元中日で投手としてプレーしていました。同校を率いてから2度目の選抜出場となりました。そして昨年の秋、関東大会準優勝の常総学院の島田監督も投手として日本ハムや横浜などでプレーし、1997年には最優秀中継ぎ投手のタイトルも獲得しました。同校の OB でもある島田監督は高校時代、指揮官の木内監督のもと、1987年夏の甲子園でエースとして準優勝を経験。昨年3月から投手コーチとして母校に戻り、昨年の7月に監督に就任。就任から半年で聖地への切符を手にしました。もう一人は近畿8強で出場権を獲得した天理の中村監督です。同校 OB で現役時代は内野手としてプレー、3年の夏は主将として全国制覇を達成しています。高卒ドラフト2位で指名を受け、近鉄や阪神などでプレーし、2008年から天理大の監督を務め、天理高校のコーチを経て2015年に監督に就任。2017年夏には全国4強入りを果たし、選抜は昨年の第92回大会に続き2回目の選出となりました。続いては現在注目を浴びている30代の青年監督の話題です。今大会は7名の30代監督がいますが、どの方も実力派揃いの監督です。最年少は宮崎商の橋口監督で32歳です。橋口監督は宮崎商業が甲子園に出場した2008年の夏、臨時コーチとして甲子園を経験。2018年から監督に就任し、就任3年目で同校52年ぶりの選抜への切符を手にしました。吉崎監督は2013年4月から原前監督をコーチとして支え、2013年夏、15年夏、2度の甲子園に出場し、昨年から監督に就任、同校初の選抜甲子園に導きました。京都国際の小牧監督は選手の力量を伸ばすことに定評のある監督で、北海道日本ハムの上野選手や昨年プロ入りしたオリックスの釣り選手や福岡ソフトバンクの林選手など6年間で5人のプロ野球選手を輩出しています。21世紀枠で初出場を決めた具志川賞は33歳の岸場監督が聖地で指揮を取ります。岸場監督は2017年に同校の外部コーチに就任し、部員不足から立て直しを図りました。2019年夏に監督に就任したばかりですが、昨年の秋は九州大会ベスト8入りを果たしました。多くいる30代の実力派監督の中で最も実績を残しているのが川崎監督ではないでしょうか。智弁和歌山出身で1年夏に全国制覇を経験し、最後の夏はベスト4、立命館大、箕島球友会でプレーし、智弁和歌山のコーチ、そして2012年秋から明豊の監督に就任。夏2回、そして2019年から3年連続で選抜出場を果たしています。須江監督は仙台育英出身で、就校中では名門校に育て上げ、仙台育英就任1年目の2018年夏には甲子園出場を果たすなど、早くも実績を残し、今回の選抜出場で春夏合わせて4回目の甲子園となります。豊富な理論をもとに選手を育て上げる須江監督の手腕は注目を浴びています。制約が多い公立校で強豪私学と戦ってきた智商たちに焦点を当てていきたいと思います。まず古豪復活という言葉がぴったりなのは、2年連続で秋季東海大会準優勝を果たした県立岐阜商です。同校で2018年3月から指揮するのが梶田匠監督。同校 OB である梶田監督は早稲田大学松下電器でプレーし、社業の傍ら高校野球の解説者やオール枚方ボーイズの監督を務めるなど、学生野球に精通しています。前任の秀岳館で高校野球の指導者デビューを果たすと、
3期連続で甲子園ベスト4を達成。全国の高校野球ファンに名将と言わしめました。県立岐阜商では昨年甲子園交流試合に出場。加治屋監督の指導論は数値的な目標を使って教え込む姿が印象的でした。そして昨年の秋の地区大会唯一の公立校王者となった大崎は初の甲子園です。大崎を率いる清水監督は2009年青豊の部長兼コーチとして全国優勝を経験しています。佐世保実業でも2012年2013年夏に甲子園出場を果たしており経験豊富です。2018年春から同校の監督に就任すると廃部寸前から再建を図り、2019年秋から3期連続で県大会を制すなど実力を伸ばしています。全国制覇を達成した時と同じく公立校の九州王者として甲子園に帰ってきます。そして早くも世代ナンバーワンと呼び声が高い琴ノ県対応する私立和歌山も近畿地区を代表する公立の雄として注目されます。昨年の秋はライバル智弁和歌山に3度勝利し圧倒。その私立和歌山を率いる半田監督は同校の OB でこれまで春夏通算4度甲子園を経験しています。そして智弁和歌山の中谷監督と小中学時代は同じチームでプレーしています。和歌山の同じチームでプレーした1学年違いの2人が和歌山の高校野球を牽引しているのは運命的ですね。また昨年の秋県大会準優勝を果たし21世紀枠で選出された東播磨の福村監督も前任の加古川北で2度甲子園を経験しています。今大会の公立校の躍進も楽しみです。去年に続き70歳代の監督が選抜を迎えます。2020年は広島新庄で勇退された迫田監督が74歳で選抜を迎えましたが甲子園は中止に。そして今年は専大松戸の持丸監督が選抜を迎えます。龍ヶ崎一、藤代、上層学院、専大松戸の4チームを甲子園に導きました。持丸監督にとって専大松戸に赴任してから初の選抜となりました。なお梶田監督は1951年5月2日生まれで現在69歳。ただ夏も甲子園に出場すれば70歳で甲子園を迎えることになります。また西の横綱大阪桐蔭、東の横綱東海大相模が揃って選出されました。大阪桐蔭の西谷監督と東海大相模の門馬監督はともに1969年生まれ。この世代には花咲徳栄の岩井監督や山梨学院の吉田監督など名門校で指揮を執っている方が多く、まさに指導者黄金世代です。2000年以降大阪桐蔭は全国制覇7度、東海大相模は全国制覇3度に準優勝1度と名実ともに東西の横綱として君臨する両校。今大会の戦いぶりにも注目です。いかがだったでしょうか。トリビアで見ていくと第93回選抜甲子園も興味深いものがあると思います。2月以降も選抜出場校の特集、選抜特集は続いていきますので、ぜひご覧ください。